皆さんこんにちは、デーモン久保です。いやー、びっくりしたというかおめでたいニュースが入ってきました。ドジャースのですね、大谷選手が結婚したというニュースが入ってきましたね。もう皆さんもこう今ね、ニュースでバンバン流れて、なんか国民を挙げてね、応援するような状態になってきましたけれども、本当に、まあ、我々野球人にとって何が一番大事になるのかって、まあ皆さんもちろんそうなんですけれども、やっぱり遠征が多いもんですから、やっぱ遠征中に、特にメジャーの場合は、日本の場合はホテルですごいいろんな料理を、家庭料理から煮物からもう全て和洋折衷、素晴らしい料理を用意してもらって、まあそれを取って食べるっていうのもできるんですけど、まあそれで言ってもやっぱり奥様がいればね、奥さんがいればいくら食べたくても、でもそれはちょっと入れてあげるけど、体にこっちの疲れが取れるんだからこっちも食べてよっていう風に、やっぱ奥さんが手にこう使ってね、手の味をこう入れて作ってくれると、やっぱりそちらも食べようとするっていうことってのは、これは大きいですよね。で、僕らがやっぱり遠征でいろんな遠征先で、もうびっくりするような素晴らしい料理をね、球団の方が用意していただいて、それは我々はもう本当に竜宮城なんですね、日本の場合は。もうこの竜宮城の中でいるもんだから、おとぎ話、世の中でありえないような待遇を良くしてくれる中にいて、いるけれども、実際にじゃあビジターというところから今度ホームに帰った時ですよね。ホームに帰って、まあ巨人軍であれば東京ドーム、大谷選手であればロサンゼルスに戻った時に、やっぱりまた独身で一人でいるということは、通訳のね、一平さんとかも、俺は会ったことないけど、一平さんって呼んじゃいますけど、二人でね、なんかを作ると言っても、やっぱり、手に怪我をしないようにとかね、手の込んだものというよりは、まあなんか食事、プロテイン取りながら、体にいいものっていうこと、まあその時間ももったいないですしね、これがやっぱり、奥さんがいるっていうことが一番はもう、やっぱ食事の面で癒してもらえば、遠征からね、遠征行くときでもですね、最初の初日2日ぐらいはこうおにぎり握って、これはこう食べてねとか、野菜炒めこうやって作っとくから、保存し、冷たいの入れとくからこうやって食べれるよとかっていうのもありですし、まあとにかく胃腸も強くないとやっていけないのが野球選手のこの食事のね、ことなんですね。で、アメリカでよく成功するにあたっては、やっぱり一つは三つあると、メジャーリーグのね、関係者のタク川本さんから呼ばれましたら、まずは、やっぱ食事って。やっぱり食が合うかどうかっていうのが大事。次が言葉って、最後にはやっぱり差別っていう、なんか食事がものすごい大切な要素になってくる中で、やっぱり日本の女性、やっぱり食べ慣れたものをね、大谷翔平選手のために、作ってくれる人がホームにいる時だけでもそうですし、遠征って大体ホテルにやっぱどのチームも、僕が松坂の投手の取材で、ボストンで泊まった時も、ちょうどボストンの、まあ、すごい素晴らしいホテルに、ニューヨークヤンキースの選手たちもその同じホテルで、やっぱりね、ランチボックスだったりとか、球場で入れてくれる、作ってくれるものをね、ランチボックス入れて持って帰ってきて食べる人もいれば、僕はその時はたまたま遅くまでやってくれる中華料理屋さんから、まあ、中国人の人がやってる和食かなってあって、当時まだヤンキースいた後輩の井川と、そこ開けてくれるっていうか、ちょっと行こうかっつって言って、やっぱりこの自分の好きなものを頼む状態になってしまうんでね、ここが実際ホームに帰った時には、奥さんが大谷選手のことをね、一番に考えて、で今はもう血液検査だとかいろんな検査で、この選手に何が足りない、何を取っとけばスタミナ出るだとか、つくだとか、鉄分なのかなんとか全部出ますんでね、それを奥様がやっぱり丁寧によりをかけてね、作るという。そして僕がね、本当に、やさぐれて自分がこうもう自暴自棄になった時期があった時に、よく韓国人の在日の方々と一緒にね、食事に韓国料理食べ行ったんですけど、その皆さん僕を見てね、でばって同じ重荷たちが言うんですね、同じ材料で同じ分量で同じようにキムチをつけるんだけれどもね、人間の手には味があるんだって、手味ってのがあるんだよって、だからどの家庭のキムチもね、その思い、お母さんたちの思い、奥さんたちの思いが家族に美味しくなってくれっていうもので、味って変わるんだよって言葉聞いた時は、僕はね、ものすごく感動してですね、
こういうことだったんだなって、お袋がやっぱり僕らにね、そういうものを本当にそんなにね貧乏してても、本当に美味しい美味しいって、やっぱり今でもそれに感謝して体を大きくしてくれたのは袋の味だったんだろうしっていうことで感じますんでね。でその中においてやっぱり大谷選手がもう29歳ですかね、8だか9だかっていう、もう年齢的にももうちょうど熟してますよね。通常もうプロ野球で言うと高卒だと29か30で引退していくっていう年なんですけど、これから10年、またプレーを続けていくにおいてはね、この奥さんももらったっていうのは素晴らしい人生において素晴らしいタイミングだったんだし、出来事だったなと思いますね。とあともう一つ、やっぱ守るというね、人を自分、僕は藤田監督の時に、入団したんで、巨人入団したんですけど、最後ヤクルトとの、これが最後の天王山ですね。その試合、ヤクルトに僕らが負ければ、もう優勝はないって言われる試合の時に、藤田監督が、めったに監督自身がミーティングやんないんですけど、選手のサロンでね、食堂でみんな集まった時に、今日の試合は、みんなはいつも自分たちのためにプレーをしているだろうと。これは当たり前のことだと。ただ、今日の試合に限っては、誰かのためにプレーしてくれと。それがやっぱり、親だったり、恋人だったり、奥さんだったり、子供だったりっていう、自分のためだけではないね、自分のためではない野球っていうのをね、やるってことをちょっと考えて、プレーしてくれないかなって。今日の俺からの一言はそれだけだって言った時、僕はものすごい感動しましてね、やっぱ人のためにプレーするって、そういうことも本当に、大切なことなんだなって感じました。それがまあ大谷選手はね、まあなんかね、結婚も考えてないんで、ワンちゃん飼ってデコピーなんていう名前つけてね、なんかこう寂しさも上げ出してるのかなと思ったら違ったんですね。本当にその奥さんともうね、どんだけの出会いでどんだけの長さかもちろん分かりませんけれども、大谷選手がね惚れ込むような女性ですから、やっぱ全てにおいてね、優れた女性でしょうしね、まあそれよりもね、やっぱり我々が勝負に出るってね、これはねよく話すんですけど、グラウンド立ったやつしか分かんないんじゃないかっていう、あの勝負打席に立つ、打席で球を一球投げる、アウトを取る、ヒットを打つって、ボールを1個取るっていう、あの命がけの作業って分かんねえだろうなーって、プロとして当たり前なんだけど、あの緊張感って何だろうなーっていう、あれはやった人しか分かんないよっていうぐらい緊張しますし、まあ毎日正直イラ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 するんですね。もうイラ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 、もう本当に、なんならもう活躍した日にもう死んじゃって、俺の人生終わればヒーローのままなのにっていうことの毎日繰り返しで、しかも失敗の方が多くて、なんかやりゃもうボロクソ言われて、何の義理もない人たちにボロクソ言われるっていう、何なのっていうようなことをね、繰り返してイライラして言ってない。でも、帰った時にね、奥さんがお帰りって言って、笑顔で迎えてくれる。他人ですよね。親で、親はまあもちろん守ってくれるっていう、もう生涯親は味方でしょうけども、そのやっぱ他人、血が繋がってないにもかかわらず、パパお帰りとか、お帰りって言ってくれるね、このやっぱり温かみ、この笑顔、お疲れ様だったねっていうこの一言でね、全てのイライラだったりとか打てなかったこと、打っても次の日のことを考えれば、そのまたイライラがつなるね、のね、その奥さんのことで、の笑顔でね、あーっと自分のその心をスーッと全部、きれいにこうクリアにしてくれて、そして本当にそれこそお風呂にする、ご飯にするっていう、もうこんなにありがたい言葉ってないんですよね。でもこれでね、やっぱり子供さんも、ね、なんとか早く授かっていただければね、ここは春日井って言いますけども、本当に家族という、かけがえのないものですよね。もう自分の心臓を、なかなか他人にはあげれないもの、それをあげれる存在の他人の人っていうのが奥さんだと僕は思ってるし、親にはもちろんあげれるし、なんなら兄弟にはちょっとね、俺も弟いるけど、弟にはやらないぞなんて思うけれども、奥さんにはもういつでもどうぞっていうようなね気持ちでいるようなね、こうそういう他人ではない、もうほんの自分の心臓をあげるっていう人と一緒にね、
毎日を生活をしていく、そしてプレイヤーの恐ろしい球場へ向かう。5万人だ。今も世界中の人がね、野球をやってる国じゃなくても大谷翔平という選手にね注目して、一挙手一動ですよね、いうのをね応援していく中に、奥様という存在、伴侶という方がいてくれるっていうのはね、大谷選手にとってね素晴らしい方が来ていただけたなっていうのがもう正直ですね。ぜひ俺が言うのも僭越ですけど、お互いね元気で笑顔でありがとうごめんなさいって素直に言えることがあればね、どんなことも乗り越えれますから、二人で素晴らしい活躍をね、これから大谷選手が何の本当50本50通りみたいなことやるには奥さんの力がね、あればできんじゃないかなと思うような気もしてきましたんで、ぜひ、これからも夫婦仲良く笑顔で、そしてありがとうとごめんなさいっていう言葉でね、末永くお幸せになっていただきたいと思います。急でしたけれどもね、まさかこんなニュースが入ってきたんで、ちょっと車屋さんに車の修理来てるんですけど、ちょっと場所をお借りして、動画を撮らせていただきました。デーブ・ゴーコボチャンネルです。デーブ・ゴーコボです。本日もありがとうございました。もしこの動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。